はい、どうも皆さんこんにちは。本日もねファーミンシューター22やっていきたいと思います。そして今回ねちょっと急遽動画で回します。ただいまちょっと撮る予定じゃなかったんですけども、ちょっと裏を作業していたらですね、このマスターファーガソンの3655、まさかのねガス欠を起こしてしまってですね、GPS つけてペーハーをちょっと調整するために石灰をプロキャストで撒いていたんですが、まさかのね燃料切れを起こしてしまってですね、あんま燃料減ないんで、あんま変に吸収あんま気にしてなかったんですけど、まさかねここでちょっと燃料切れてしまって、今エンジンかけようとしてるんですけど全くかかんなくてですね、この広がってるのも直せないんですよ。エンジンがかかってないんで、これ開くんか。はい、まあそういう状態なんですけども、完全に燃料切れになってしまいました。まあそういう時どうしたのかと言いますと、普通に僕ちょっと前も燃料切れかましたことあるんで分かるんですが、これですね、この燃料切れ、この燃料タンク、こちらをまあ大抵はリースですよね。1500円ちょっとでかいですが、ちょっとこいつをリースしてね、給油所の方にちょっと持っていこうかなと思います。はい、ということでまずショップに向かいます。いや、まさかちょっと燃料切れを起こして急遽動画を撮ると思わなかったよ。こっちのマスターでやればよかったな。なんかあれスピードぐらいにしても重くて、あ、こっちのマスターでそれ使ってなかったな。まあいいや、あっちのマスターの方がなんかマニュアルでちょっと楽しいんでね、あっちでちょっとやってたんですけども、こっちの方がパワーもあるしね、オートマなんで本当は楽なんですけどね。はい、到着しました。ちょっと大変なベールになってますけども、はい、じゃあちょっと借ります。燃料給油これ借ります。はい、ほいっと、これ買ってもいらないんでね。宇宙ファンガスもいいや、燃料入れよう、せっかくだから。あー、これ後ろに入ってるわ。今度はまあこんぐらい入れればいいか。燃料そんな高くないな、思ったより。どんぐらい入るんだろう、あっちのマスで200リットルは入りそうな気するけど、で こっちのマスにも入れたい。入ってますね。アドブルーもちょっとなくなってきてるな。まあこのアドブルーはちょっともっとなんですけども、アドブルー切れるとどうなんだろう。 OK、 ちょっと燃料入れておきましょう。ちょっと今回短い動画になってしまうんですけども、仕方ないですね。急遽こういうね事態が起こってしまいましたんで、まあたまにはいいかなと思ったんですけど、たまにはってかめったにないですけどね。普通は燃料切れる前に給油しに行きますかね。よし、持ってきたぞ。できるだけ近づけよう。よし、じゃあ給油しますか。いけるか。あ、入った。 OKOK。 しかもなんかちょうど満杯に近い量持ってきたっぽいな。じゃあ95確か。うん、 OK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  かかりました。いいですね。よし、じゃあこいつはもう返却しましょう。よし、返却で、これはさっきの端っこにつけとくと。 OK、 まだ植えれないんですけどね。
OK、 これでOK、 これでバッチリ仕事が続けられますね。よしよし、じゃあせっかくなんでね、この石灰の作業をちょっとだけお見せしようかなと思います。はい、ということでね、まあそんなお見せしてなかったんですけど、まあこの辺でね終わりにしようかなと思います。ちょっと時間がねそろそろ来ますんで、あの本来今日ねちょっと収録する予定じゃなかったんで、ちょっとね空き時間にやってたんでね、ちょっとこの後いろいろやんなきゃいけないことがありますので、今日はこの辺で終わりにしようかなというふうに思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画または配信でお会いしましょう。バイバイ。